さあ、この今回はですね、ゲストなし、僕が一人で歌うぞということで、ということで、これは本当に僕が一人で歌うわけでございますけど、なんか誰も駆けつけてくれないのも寂しいじゃないかということでございまして、やはり何と言っても僕はなんか誰かこうまあつながりのある人を呼ぶっていうよりも、やっぱ僕はミュージシャン関係が多くて、で特にもう、まあトランペットの数原大先生以外はですね、ほぼこの要するに僕の同世代というか、まあ若い人もいますけども、そういう悪い一人若いのにおっさんの仲間にしちゃって、まあそういう感じでございますけども、まあその上の世代の人たちともね、いろいろセッションをずっと続けてきたわけでございますけども、そういう人たちとそのセッションをしたその最初 の差し渡しとなった人はやはり僕にとってはこの人なんで、今日はその人をなんていうか一緒にやって遊びましょうみたいな感じで呼んじゃいました。ご紹介しましょう。パーカッション斉藤の。プロレスラーみたいな。ありがとう。斉藤のぶさんです。こんばんは。斉藤のぶです、のぶさんはですね、これはのぶさんのね、最初にスタジオで会った時に、すごくこうよくしていただいてっていうか、すごくそこで盛り上がって、斉藤のぶさんとかって僕のライブでパーカッションとか叩いてくれますけど、いいよと本当に軽く言ってくれました。腰の乾杯一本で来てくれたそうね、あれ、今名前変わっちゃったけどレモンホールでした。 CC レモンホールね、渋谷公開ですよね。腰の乾杯で、腰の乾杯一本でですね来てくれたという、今日も実はそんな感じです今日は本当にそんな感じです。30周年おめでとうございます。ありがとうございます。今日はその時の雰囲気をもう一回再現したくて、真ん中に、なんかもう混ぜこぜになってやってもらうということで、斉藤のぶさんよろしくお願いします。斉藤のぶさん位置につきます。ありがとうございます。真っ赤なバラをいただきました。真っ赤なバラをいただきました。ということでございます。まあのぶさんがああいうね61歳まだね、こういう人がいると本当なんか生きる張りがねできますよね。本当にありがとうございます。よしということで、そのノブさんがね、参加してくれたナンバー、思い出のナンバーです。 Girl in the Box